コーヒーインストラクター2級対策問題総合問題編。この動画はウェブショップ専門の自家焙煎コーヒー豆や海のコーヒーがお送りします。実際の試験に出そうな問題119問を集めました。長いですので通勤、通学、家事、その他作業中の聞き流しなどでお使いいただけます。国ごとのコーヒーの格付けやコーヒーの規格も問題として出てきますが、これらは各地域ごとに作成した動画もありますので、解説はそちらをご覧になっていただければと思います。概要欄にリンクを貼ってありますのでご確認ください。私は1日10分程度の勉強で満点を取ることができています。そんな私が使えそうな問題をたくさん集めましたので、ぜひご活用いただければと思います。それでは参りましょう。問題。抽出においてコーヒーの成分は酸味成分の移動は早く短時間でできてしまう。丸か×か。答え丸。問題。ハンドドリップで抽出するとき、コーヒー豆 10g に 140cc のお湯はコーヒー豆 20g に 280cc のお湯と比べると味はほぼ変わらない。丸か×か。答え×。ハンドドリップでは味が変わる要素が非常に複雑で安定しない。そこが面白い。問題。リキッドコーヒーで乳固形分 3% 以上のものは乳飲料と表記される。丸か×か。答え丸。問題。インスタントコーヒーの製法で霧状にスプレーしたエキスから熱風により水分を取り除く製法をフリーズドライという。丸か×か。答え×。こちらはスプレードライの製法である。問題。モカポットは高温高圧吸気圧程度により成分を瞬間的強制的に抽出する。丸か×か。答え×。モカポットは最大 1.5 気圧程度、エスプレッソマシンが高温高圧の吸気圧により瞬間的強制的に抽出する。問題。抽出においてコーヒーの苦味成分の移動は遅かったり早かったり様々であるが、遅いものほど渋く重い口当たりになる。丸か×か。答え丸。問題。サイフォンの抽出に使用できるお湯の温度はほぼ高温に限定される。丸か×か。答え丸。問題。一つ穴のドリッパーよりも三つ穴のドリッパーの方がよりお湯の注ぎ方に影響を受ける。丸か×か。答え丸。問題。リキッドコーヒーでコーヒー飲料と呼称されるものはコーヒー生豆使用量が 1% 以上 2.5% 未満である。丸か×か。答え×。コーヒー使用量が 5% 以上のものがコーヒー、 2.5% 以上 5% 未満のものがコーヒー飲料で、 1% 以上 2.5% 未満はコーヒー入り清涼飲料である。問題。ガスバリア性の高い包装で冷凍保存したとしても形状変化は避けられない。丸か×か。答え丸。コーヒーの形状変化は避けられるものではなく、私たちにできることは変化を遅くすることのみである。問題。食べ物が健康や病気に与える影響を過大に評価すること、あるいは信じ込むことをフードファディズムという。丸か×か。答え丸。問題。インスタントコーヒーの製法で低温低圧にしたコーヒーエキスから
消火を利用して水分を取り除く製法をスプレードライという丸か×か。答え×。こちらはフリーズドライの製法である。問題。フレンチプレスで抽出するとき、コーヒー豆 10g に 140cc のお湯は、コーヒー豆 20g に 280cc のお湯と比べると味はほぼ変わらない。丸か×か。答え丸。フレンチプレスでは味が安定しやすく再現性が高い。問題。酸素濃度が 0% の時と 1% の時では、コーヒーの劣化速度は2倍変わる。丸か×か。答え×。正しくは 0% と 1% ではコーヒーの劣化速度は10倍変わる。問題。焙煎後に生じるものは風味と褐色色素である。丸か×か。答え丸。問題。浅煎りコーヒー 100g と深煎りコーヒー 100g ではカフェイン量は深煎りコーヒーが多い。丸か×か。答え×。浅煎りも深煎りも重量あたりのカフェイン量はあまり変わらない。問題。100g の生豆を焙煎すると、およそ 80g のコーヒー豆ができる。丸か×か。答え、丸。焙煎の前後で、およそ 20% 程度目減りする。問題。炭焼きコーヒーは、熱源に 100% 炭を使用しなければならない。丸か×か。答え丸。問題。焙煎豆の状態でブレンドするブレンド方法をプレミックスという。丸か×か。答え×。正しくはアフターミックスという。問題。生豆の状態でブレンドしてから焙煎するブレンド方法をプレミックスという。丸か×か。答え丸。問題。ペット入りコーヒーはレトルト殺菌され容器に充填される。丸か×か。答え×。ペット入りコーヒーは高温短時間殺菌されたコーヒーをあらかじめ殺菌された容器に入れる。問題。コーヒーにアルカリ性の水を使用するとコーヒーの酸味を中和する。丸か×か。答え丸。問題。ブルーマウンテンブレンドのような特定産地を強調した商品名にする場合、それを生豆換算で 30% 以上配合しなければならない。丸か×か。答え丸。問題。温度が10度上がると反応速度は10倍になるので高温は避けることが望ましい。丸か×か。答え×。正しくは温度が10度上がると反応速度は2倍になる。問題。缶コーヒーはコーヒーやその他の材料を充填した後レトルト殺菌される。丸か×か。答え丸。ちなみにペット入りコーヒーはレトルト殺菌すると容器が溶けるためレトルト殺菌ができない。問題。最終乾燥状態がミューシレージのついたパーチメントコーヒーの時、この焙煎方法はスマトロ式である。丸か×か。答え×。
正しくはパルプドナチュラルである。問題、アラビカ種は病気に強い、丸か×か。答え、×。病気に強いのはカネフォラ種である。問題、世界で生産されるコーヒー豆の約 60% がアラビカ種である。丸か×か。答え、丸。問題、カネフォラ種は多果受粉である。丸か×か。答え、丸。ちなみにアラビカ種は自家受粉である。問題、豆の大きさで選別する方法を比重選別という。丸か×か。答え、×。正しくはスクリーン選別という。問題、コーヒーは赤道を挟む南北約15度のコーヒーベルトと呼ばれる地域で栽培されている。丸か×か。答え、×。正しくは南北約25度のコーヒーベルトである。問題、非水洗式の焙煎方法では乾燥方法は天日干しのみである。丸か×か。答え、×。機械で乾燥する場合もある。問題、コーヒーの木は乾季の終わりの雨合図に開花する。丸か×か。答え、丸。問題、コーヒーの木の開花後およそ1年後に収穫期を迎える。丸か×か。答え、×。正しくは開花後およそ半年後に収穫期を迎える。問題、コーヒーチェリーの果肉を取り除いた種子の表面に付着している粘液質をミューシレージという。丸か×か。答え、丸。問題、果実内で一つの種子が俵状に成長したものをピーベリーという。丸か×か。答え、丸。問題、不完全果実とは種子の形成が不十分で内部に空洞のある果実のことを言う。丸か×か。答え、丸。問題、スペシャルティコーヒーの評価はコーヒーの良い部分ではなく悪い部分に重きを置いたカップテストをしている。丸か×か。答え、×。正しくは良い部分に重きを置いたカップテストをしている。問題、地図の A の国名を答えなさい。答え、ブラジル。問題、ブラジルはコーヒーの生産量が世界一である。丸か×か。答え、丸。問題、ブラジルのコーヒーの格付け方式はスクリーンサイズによる格付け方式である。丸か×か。答え、×。正しくはスクリーンサイズと欠点数による格付け方式である。問題、ブラジルのコーヒーの規格はタイプ2、タイプ4、5である。丸か×か。答え、丸。問題、ブラジルのコーヒーの収穫は年に2回である。丸か×か。答え、×。正しくは年に1回の収穫である。問題、ブラジルのコーヒーの収穫期は4月から9月である。丸か×か。
答え丸問題。ブラジルは世界一のアラビカ種の生産国である。丸か×か。答え丸問題。ブラジルのコーヒー豆の焙煎方法は主に水洗式である。丸か×か。答え×。正しくは非水洗式である。問題。ブラジルはカネフォラ種も栽培している。丸か×か。答え丸。問題。地図の B の国名を答えなさい。答えコロンビア。問題。コロンビアの収穫期は年に1回である。丸か×か。答え×。正しくは年に2回収穫である。問題。コロンビアコーヒーの格付け方式はスクリーンサイズによる格付け方式である。丸か×か。答え丸。問題。コロンビアコーヒーの規格はエクストラファンシーファンシーナンバーワンである。丸か×か。答え×。正しくはエクセルソスプレモエクセルソ UGQ である。問題。コロンビアの特定銘柄を答えなさい。答えコロンビアスプレモ。問題。コロンビアは世界一の水洗式コーヒーの生産地である。丸か×か。答え丸。問題。地図の C の国名を答えなさい。答えペルー。問題。ペルーコーヒーの格付けはスクリーンサイズによる格付け方式である。丸か×か。答え×。正しくは欠点数による格付け方式で。問題。ペルーコーヒーの規格はグレード1からグレード5である。丸か×か。答え丸。問題。ペルーのコーヒーの収穫は年に1回である。丸か×か。答え丸。問題。ペルーのコーヒーは主にアラビカ種水洗式である。丸か×か。答え丸。問題。地図の A の国名を答えなさい。答えベトナム。問題。ベトナム、カッコ、カネフォラ種は、欠点数による格付け方式である。丸か×か。答え、×。正しくは、スクリーンサイズと欠点数による格付け方式である。問題。ベトナム、カッコ、カネフォラ種のコーヒーの規格は、グレード1、グレード2である。丸か×か。答え、丸。問題。ベトナムのコーヒーの収穫は年に1回である。丸か×か。答え、丸。問題。ベトナムは世界最大のアラビカ種の生産国である。丸か×か。答え、×。正しくは世界最大のカネフォラ種の生産国である。問題。ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国である。丸か×か。答え、丸。問題。
地図の B の国名を答えなさい。答え、インドネシア。問題、インドネシアはスクリーンサイズと欠点数による格付け方式である。丸か×か。答え、丸。問題、インドネシアのコーヒーの規格は AA、AB である。丸か×か。答え、×。正しくはグレード1からグレード5である。問題、インドネシアのコーヒーの収穫は年に2回である。丸か×か。答え、丸。問題、インドネシアの特定銘柄をマンデリンの他にあと3つ答えなさい。答え、トラジャ、カロシ、ガヨマウンテン。問題、インドネシアの独特な生鮮方法を答えなさい。答え、スマトラ式。問題、インドネシアで生産されるコーヒーは大部分がアラビカ種である。丸か×か。答え、×。正しくは 90% 程度がカネフォラ種である。問題、地図の A の国名を答えなさい。答え、イエメン。問題、イエメンにはコーヒーの格付けがない。丸か×か。答え、丸。問題、イエメンの特定銘柄を答えなさい。答え、モカマタリ。問題、地図の B の国名を答えなさい。答え、エチオピア。問題、エチオピアは標高による格付け方式である。丸か×か。答え、×。正しくは欠点数による格付け方式である。問題、エチオピアのコーヒーの規格はグレード1からグレード5である。丸か×か。答え、丸。問題、エチオピアの特定銘柄を答えなさい。答え、モカハラー。問題、エチオピアのコーヒーの収穫は年に1回である。丸か×か。答え、丸。問題、地図の C の国名を答えなさい。答え、ケニア。問題、ケニアは欠点数による格付け方式である。丸か×か。答え、×。正しくはスクリーンサイズによる格付け方式である。問題、ケニアのコーヒーの規格は AA、AB である。丸か×か。答え、丸。問題、ケニアのコーヒーの収穫は年に1回である。丸か×か。答え、×。正しくは年に2回収穫である。問題、地図の D の国名を答えなさい。答え、タンザニア。問題、タンザニア括弧アラビカ種はスクリーンサイズにより格付け方式である。丸か×か。答え、丸。問題、タンザニアのコーヒーの規格は AA、AB である。丸か×か。答え、丸。問題、タンザニアの特定銘柄を答えなさい。答え、キリマンジャロ。問題、タンザニアのコーヒーの収穫は年に2回である。丸か×か。答え、×。正しくは年に1回である。問題、キリマンジャロはタンザニアのアラビカ種コーヒー豆のことを言うが、ある地区で生産されたアラビカ種コーヒー豆は含まれない。その地区は1、ウコバ地区、2、ンゴロ地区のどちらか。答え、1のブコバ地区。問題、コーヒーの起源とされている国は A から D のどれか答えなさい。
答え B エチオピア。問題、地図の A の国名を答えなさい。答え、メキシコ。問題、メキシコのコーヒーの規格は何か。答え、HGPW。問題、メキシコは標高による格付け方式である。丸か×か。答え、丸。問題、地図の B の国名を答えなさい。答え、ガテマラ。問題、ガテマラの特定銘柄は何か。答え、ガテマラアンティグア。問題、ガテマラは標高による格付け方式である。丸か×か。答え、丸。問題、ガテマラのコーヒーの規格は SHB、HB、EPW である。丸か×か。答え、丸。問題、地図の C の国名を答えなさい。答え、エルサルバドル。問題、エルサルバドルのコーヒーの規格は SHB、HB である。丸か×か。答え、×。正しくは SHG、HG である。問題、地図の D の国名を答えなさい。答え、ホンジュラス。問題、ホンジュラスは欠点数による格付け方式である。丸か×か。答え、×。正しくは標高による格付け方式である。問題、ホンジュラスのコーヒーの規格は SHB、HB である。丸か×か。答え、×。正しくは SHG、HG である。問題、地図の E の国名を答えなさい。答え、ニカラグア。問題、ニカラグアはスクリーンサイズによる格付け方式である。丸か×か。答え、×。正しくは標高による格付け方式である。問題、地図の F の国名を答えなさい。答え、コスタリカ。問題、コスタリカ、中央高地のコーヒーの規格は SHB、HB である。丸か×か。答え、丸。問題、地図の G の国名を答えなさい。答え、パナマ。問題、パナマは標高による格付け方式である。丸か×か。答え、丸。問題、地図の H の国名を答えなさい。答え、キューバ。問題、キューバはスクリーンサイズによる格付け方式である。丸か×か。答え、×。正しくは、スクリーンサイズと欠点数による格付け方式である。問題、キューバのコーヒーの規格は ETL、TL、AL である。丸か×か。答え、丸。問題、キューバの特定銘柄を答えなさい。答え、クリスタルマウンテン。問題、地図の I の国名を答えなさい。答え、ジャマイカ。問題、ジャマイカはスクリーンサイズと欠点数による格付け方式である。丸か×か。答え、丸。問題、ジャマイカ、ブルーマウンテンの規格は、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー、セレクトである。丸か×か。答え、丸。問題、ジャマイカの特定銘柄をブルーマウンテンの他にあと2つ答えなさい。答え、ハイマウンテン、ジャマイカ。問題、ハワイのコーヒーの特定銘柄を答えなさい。答え、ハワイコナ。問題、
ハワイコナはスクリーンサイズと欠点数による格付け方式である。丸か×か。答え、丸。問題。ハワイコナコーヒーの企画は、エクストラファンシー、ファンシー、ナンバーワンである。丸か×か。答え、丸。はい、お疲れ様でございます。いかがでしたでしょうか。よく出るような問題をたくさん集めてみました。得意なところ、不得意なところあったかと思います。ぜひ全問正解できるようにいろいろ勉強していただければと思います。あなたの合格の助けになれれば嬉しいです。どうぞ試験頑張ってください。それでは今回の動画を終了いたします。よければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。